こんにちは、速稼塾の久保です。いや、今はね、すごくいい時代だなと思いましたね。あらゆる情報ですとか感情ですとか、それから考え方ね、これが今無料で手に入るんじゃないかなと思うんですよ、うん、有料のメンバーシップとかも参加しています、私もね、うん、でもやっぱりそれは無料で探せるものばかりですね、うん、考えてみれば。で、自分で無料で自力で探すことができない方は、それをうまくね、キュレーションする、まとめてくださっているセンスのある、自分とセンスの近い方、無料情報をまとめてそれを再発信するね、それが上手な方のこう考え方とかまとめ方を買うっていうことでいいんじゃないかなと思うんですよね、うん、だから自分で現象を解釈できれば特に買う必要はないですし、まあ私がね、情報に参加した2013年っていうのはまだまだね、それが少なかったと思います。で、あったにしても、あやふやなものが多かったと。なかなかね、自分に合うものと合わないもの、そういうものの線引きが難しかった時代だと思いますけども、まあ、今はね、一通りインチキな情報発信する人は去っていきましたよ。で、今はいないと思いますね。ほとんど、実行すれば結果が出る人ばかりが残っていると思います。ただ残念ながら実行して結果を出すというのはね、簡単なんですけども、ほとんどの人は実行する意欲がない、実行するまでの意欲がないですね。で、実行したにしても、それを一定のレベルまで引き上げることができないというね、そんなことなんじゃないかなと思うんですよね。まあ言ってみれば、まあ一郎選手っていうのがね、いましたけども、一郎選手のバットっていうのは売ってるんですよ。でも、バットを手にしてもノウハウを手にしても、それを使うトレーニングをしてなければ、まあホームラン打てないですよね。それから、そのバットでもっていきなり実践をするんじゃなくて、素振りを1000本、要するにフリー動画を1000本単位で作っていなければ、いい球が飛んできてもまあ打てないんですよね。普段からジャストミートする訓練してなければ。だから、フリー動画で発信することのトレーニングをして、フリー動画で自分の集めた情報を再発信するトレーニングをする、うん、で、受け取る人のことを考えて、こう細かくね、自分の情報発信をメンテナンスするっていうことを無料動画というステージでしない限りは、まあ、難しいんじゃないかなと思いますよね、うん、で、今日の動画のまとめなんですけども、その YouTube の動画っていうのはもう完全に資産なんですよね。土地とか不動産とか証券、金融商品ね、こういったものが資産であった時代も長かった。で、今でもそうなんですけども、それに加えて今情報発信したものが資産になってるんですよね。例えば今こうやって動画を作ってますけども、この動画10年後、100年後、もしかしたら数百年後、まだね、 YouTube っていう仕組みが残っていたら、この動画に、西暦2300年とか2500年に出会う人がいるかもしれません。そういった意味でピラミッドとかスフィンクスとかね、ありますけども、ああいうのって数千年前に作った人の資産に出会えてるんですよね。それと同じように、我々はデジタル資産に、未来の人に出会えるチャンスが残ってるんじゃないかなと思うんですよ。まあ、ちょっとね、重々しい話になりましたけども、その資産を作るってことを私たちはいつも繰り返してるのかなと。で、速稼塾に入る方が昨日も一昨日もいましたけども、やっぱりね、1年ぐらい前から動画見てますっていう風な書き出しとか、半年前から見てますって書き出しなんですよ。ということは、半年前、1年前のその資産がその人の心をつかみ、ずっと繰り返し今日に至るまでその動画をね、フリー動画を見ていただき、もう共感のこの域を超えたんで、速稼塾というものに参加してくださるということになったんではないかなと思います。半年前、1年前の動画がなければ、フリーがなければ、その時の私の活動がなければ、この速稼塾ってものの、販売成功はなかったのかなと思いますしね。多分この今の動画を見て、あ、なるほどなと思う人が、明日の動画を見て、来週の動画を見て、来月の動画を見て、3ヶ月後の動画を見て、よし、速稼塾入るぞっていう風になる方もいると思うんですよね。ということで、動画は資産でございます。そして私たちはね、まあ、その残り少ない時間を生きてますけども、その残り少ない時間を増やしていくことができると、まあ、それが YouTube 動画というものではないかなと思いますよね。うん、これからもちょっと頑張っていきたいなと思いますし、まだね、出会えてない人にこれからもこの YouTube で出会っていきたいなと思います。本日はね、
まあ、与沢翼にがっかりしましたという動画を拝見してのアンサー動画になります。じゃあいってらっしゃい。